大人衆王女聖夜霧カズマ逃げろカズマ弓を100億を頼む行け Ah!
ここは倒査編で。
待ちれ!てめえ、もう一回言ってみろ! こんな定例会 意味ないって言ったんですよ なんだと? お前と話すくらいならバスへのキャバクラでブサイクな女とダベってる方がよっぽど有意義なんだよ てめえ もう一遍言ってみろ! <笑>組長さんよ、ここらで一つはっきりさせときたいんだがな、俺らは風間の親父に言われたから仕方なくてめえについてるだけなんだよ。 何? 風間の親父から 俺の凄ぎがどんだけ太い稼ぎか聞かされてねえわけじゃねえだろ。そいつが俺の格ってやつだ。ならそれなりに扱われねえとな。あの桐生ならまだしも、おめえみてえな幹部に尻尾振るしか脳のねえ青二才に指図されるなんてまっぴらごめんだ。 こっちは勝手にやらせてもらうぜ。てめえ、まだ話は終わってねえぞ。黙って見てな。しのぎのお手本ってやつ見せてやるからよ。 Come on!
ここまでだ。観念しろ。ぶっ殺してやる。終わりだ。たった今、広域指定暴力団東条会三代目会長世良勝氏の葬儀会場から届いた映像です。詳しい情報はまだ入っていませんが、一人の男性が突然暴れ出したとのことで現場は大混乱になりました。男性の身元はまだ分かっていません。続報が入り次第お伝えします。出所2日にしちゃ派手にやってんな、あんた。寂しいこと言うじゃねえか、キリュウ。伊達さん、風間が？ああ、無事かどうかも今は。だが、風間の言ってたその100億という意味、奴は何をお前に伝えようとしていた？わからない。そうか。伊達さん、なんで俺を助けるような真似？4か？あんた丸坊に？10年前の堂島殺し、俺は上の意向を無視して突っ走って、結果一家下ろされて今はつまらねえヤクザの相手してる。お前と同じ、今じゃ組織の鼻つまみだ。女房と娘も愛想つかして出て行っちまった。お前に関わったおかげで人生が狂ったんだ。キリュウ、俺は今三代目の世良の殺しを追ってる。手貸せ。あんたには助けてもらった借りがある。だが今の俺には、東条会の100億が消え、三代目会長が殺された。そしてさっきの騒ぎの中心はお前。事件は動き出したんだ。キリュウ一馬の出所を待っていたようにな。持ってろ。今じゃガキでも持ってるんだぜ。俺は100億を探ってみる。お前はそのユミって女か。その2つの山は必ずどこかでつながってる。お互いに協力した方がいいんじゃねえか。そうだな、分かった。お前何か手がかりはあんのか？いや、とりあえず昔の馴染みに会ってみる。セレナって店だ。そうか。マスター、話は済んだ。もう店開けて構わないぜ。はい。セレナか。確か天下一通りだったよな。何かあったらその携帯に連絡する。頼んだぞ。じゃあな。お前が無所に入ってる間に神室町も様変わりしただろう。ああ、
馴染みの定食屋がなくなってたな。おっと、おい、気をつけろ。セレナが何か。この店、酒の神バッカスは海の神ネプ。セレナ、何か。